フォアハンドのグリップについて動画をお届けしたいと思いますフォアハンドのグリップというのはとても大切なポイントになりますグリップが崩れてしまうと手打ちになったりあるいは腕を痛めてしまったりスイングが安定しなくなってしまいますですのでグリップを正しく持つことはフォアハンドを安定させるために非常に大事なポイントになりますこの動画の対象としては 始めたばかりでどういうグリップが正しいかあまりよくわからないあるいはたくさん練習したけれどもなかなかフォアが安定しないあるいはグリップいろいろ試してしまって何が正しいのかよくわからないという方へお届けしたいと思いますこの動画のゴールとしてはもちろん正しいグリップが何なのかを知ることも大事ですがなぜそのグリップが正しいのかという考え方を理解することが大事ですスクールなどでよく 上からラケットを持ちましょうという形で、フォアハンドを教わったりすることがあると思います。大事なことは、もちろんそのグリップも正しいんですけれども、そのグリップがなぜ正しいのかという考え方を理解することがとても大事です。グリップについて解説する前に、体の力の入り方について解説したいと思います。 体の前に大きい壁があるつもりで考えてくださいで、この壁を右腕で強く押すつもりで考えてみましょう足の力や体の力も使ってこの壁を腕を強く押すつもりで考えてください手のひらは前に向き肘はある程度伸びそして足の力も腕に伝わるようにこのような形が作ると思いますこの形が体に力が入る形という形になります でですのでこのこ形を最優先にに考えるようにしてください。そしてラケットを持ち先ほどの形を作りこの形を維持したままラケット面が前を向くようにグリップを持ちます。 そうすると体の形が一番力が入る状態でラケット面が前に向くことができるとこれが正しいグリップの考え方にはあるですので体で力が入り壁を押すような形この形を作ることを最優先に考えるようにしましょうそして例えば トッッププスピンをかけよううととししててグリップががくなってしまま方いいると思います例えばこのようにウエスさんで持ちグリップが厚くなっていくと打ち方はこういう形打点はこのような形になっていきます。でそうするとどうしても肘が曲がったり手首の形もこういう形で折れてしまうので前から力が加わった時にどうしても押されてしまうようになります。でそれに対抗しようとして腕に力が入り手打ちになっていってしまうわけです。 ですので私のおすすめとしてはまず体に力が入る形を作りグリップを持つそれが一番適切である体に一番力が入ると考えます。そしていろいろこれから練習していっていただいた時にグリップを少ししずつ変わったりしていいくことともあると思います。その時に修正し方としては今のグリップそのグリップで打点の形を作っていただきその形が体に力が入りそうかどうか。 というのを意識するようにしてくださいでそうするとなかなか壁で強い力を押せなそうだと思ったときはまず体の形で壁を押せるような形を作りそしてグリップを持つようにしますこうして修正するようにしましょうそしてグリップを直すとなかなかこれまでの打ち方が体に染み付いているのでミスが出やすくなりますその時の修正の方法としては ロングラリーなどをいきなり始めてしまうと例えば厚いグリップの方がグリップを直すとするとこういう形になると思います。打点に当たる時に面がどうしても上に向いてしまうのでミスが出やすくなってしまいます。ですので小さい動きから始めるようにしましょう。まず打点にセットしもうほとんどここからテイクバックしないで面に当てるだけの練習をするようにしましょう。例えばショーートラリーなどがいいいと思います この状態で相手ともう面に少し当てるだけこのような形で当てるだけ面の形とグリップの形と腕の形体の形面の形これを体に覚え込ませるようにしましょう。